確率論において根元事象とは一つだけの結果からなる事象である。原始事象、または標本点とも言う。集合論の用語を使用すると根元事象は単集合である。根元事象とそれを構成する結果は単純化するために区別なく記述されることもある。根元事象の確率が互いに等しいとき、その確率空間を等確率空間という。 等確率空間の標本空間は有限集合である。標本空間が無限集合ならば、非等確率空間となる。標本空間が高々加算集合の場合は、どの根元事象も例より大きい確率を持つ。標本空間が非加算集合の場合は、個々の根元事象の確率は例になってしまう。根元事象を非加算個集めた事象に例より大きい。 確率が定義されていると考える。混合分布の一部には、連続する根元事象といくつかの離散の根元事象の両方が含まれる。このような分布における離散根源事象は、アトムまたは原子事象と呼ばれ、ゼロではない確率を持つことができる。確率空間の速度論的定義の下では、根元事象の確率を定義する必要はない。特に、 確率が定義される事象の集合は S 上の何らかのシグマ集合台数であり、必ずしも全壁集合ではない場合がある。ありがとうございます。